レナ王国にようこそ、レナでーす。今日は秋髪なの。久々、おばちゃんっぽくないでしょ。ギャルギャルイエ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 イイエイ。今日はレナ様の死亡経緯についてお話ししていこうと思います。じゃん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 。レナ様はなんといろんな部位されてるの。例えば、足はね、太ももの前側、後ろ側、内側、外側、膝上、ふくらはぎどないやねん。お腹は、上腹部、下腹部、ウエスト両サイド、腰回り全体的に取ってまーす。もう一個取ってるとこがある。どこであろう？小顔だよ。顔も仕分けにしてまーす。この二重顎、あと両方のフェイスライン、この下のラインを、ジョールですね。だから、今小顔になってる、私は、なんと、いろいろしてんの。まあでも、脂肪吸引だけじゃない。次は、糸とかの話もしていこうと思ってるからね。では、私が脂肪吸引する前の写真は、こちらでーす。はーい。なんて説明したらいいのか。やばくない？これは。今は全然違うの。ハッピー。そう、私はね、加工じゃないのよ。加工するぐらいなら、全部吸っちゃおう、吸っちゃおう、吸っちゃおう、吸っちゃおう。デブったら吸っちゃおう。だから、がっつり脂肪吸引をやってまーす。脂肪吸引最高。はい、本題に戻るけど、今日は脂肪吸引についてダウンタイムや気をつけることとか後悔したこととか、いいことも悪いことも全部大後悔しちゃうから、ぜひ最後まで見ろよ。では、レッツゴー。まず、レナ様が今までしてきたのは、太ももなんと2回、お尻周りとかも2回やってるからね。なぜかっていうと、めっちゃ食べるの。あと顔は1回、お腹周りは1回だね。こんなにできたレナ様は、なんと一番最初にやったのは、さっきの写真見たらわかるでしょ、足だろ。どう見ても足でしょ。で、そのきっかけは体の悩みだったの。本当に若いうちからずっとダイエットしてきたのに、リバウンドしたり、あと体型の悩みが一番多かった。どっちかっていうと、表現って言ったら、大学の時にちょっと、ひょうたんって言われてんのね。洋梨みたいな、ひょうたんわかる？こんな、下はもう、ボン！キューじゃなくて、ボン！わかる？全体的にボンボンボンみたいな感じで、すごい悩みだったの。体重がそんなになくても、やっぱ下半身がデブだと、マジで太ってるように見えるから。それが悩みで、まず最初に、一番最初は、太ももですね。で、しかも、なんであんなに太ってたかって今振り返ってみると、すごいストレスだったわけ。ダイエットしすぎて、なんかご飯食べないとやっぱ元気出ないし、そういうストレスが一番あったから、ストレスの太りが一番あったので、本当にね、単語3つで私の体型を言うと、ぶっちり、がっつり、どっしり。はい、それにずっと悩んできて、そうだ、脂肪吸引だしちゃおうと思ってしちゃいましたよね。ダイエットは全体的に細くなるんだけど、脂肪吸引っていうのは部分的激痩せとか、もう形が整えたり体型が良くなったりとか、そういうものだよ。だから部分痩せのショートカットみたいなイメージを持った方がいいよね。で、今は何年経ってもこんな感じ。後で見せるね。はい、超満足してんの。なぜかっていうと、マジで見た目全然違う。会う人たびにもうほんとみんなに足細いって言われるけど、まあ、全然細くないけど、前よりはマジで細いの。仕上がりもすっごい綺麗だし、いつも私の足見ると誰もね、脂肪吸引した後って思わないので、大体の脂肪吸引の後ってなんかちょっとやっぱムラあったりガタガタとかあったりするけど、私超綺麗なの。なんて天才、先生選び天才。脂肪吸引はどんな感じでやっていくのかっていう質問いっぱいあると思うんだけど、まずね、クリニックによって全然やり方が違うのね。機械とかも全然違うし、私たちのクリニックは基本的に貝こうやって入って、超音波で脂肪を溶かして、溶かした上で脂肪吸引を吸うのね。ってなるとデコボコにならないの。なぜかっていうと、最初からがっつり吸うだけだと、どこが多く吸ったり少なく吸ったりとかするとムラができたりするのね。超音波のいいとこは全体的にやっぱ脂肪が溶けていくから、サラーっとなった脂肪を吸い出せるから、やっぱ綺麗なんだよ。わ
かる？まあ先生の腕もあるんだけどね。だから脂肪吸引で怖いなんて思わないでね。でも確かに大手は今結構危ない、新人の先生が多いから前ね事故とかあったりするから、今大手では脂肪吸引全般禁止になってんの。聞けばわかると思う。病院選びも気をつけましょうね。でメリットとしてはめちゃくちゃ痩せる。で体重落とすよりも見た目がめちゃくちゃ変わる。それが大事なの。わかる？で二つ目は、うまい先生でやると本当に仕上がりが綺麗。生の足、私もうめっちゃ出す人なのに、ババアなのに。だけど細いっていうのはもう自信につながるから、それもね超大事。デメリットはもちろんあるよ。何かっていうと、例えば足吸ったら、私もともと冷え性だから冷え性がもうちょっと強くなったかなっていうのはあるよね。むくみやすい。なぜかっていうと脂肪吸引したら血流がやっぱちょっとよくなくなるから、そこのむくみケアはしてあげた方が絶対にいい。だから脂肪吸引後の1週間後にはインディバとかそういう機械系をこまめに通うといいよ。血流も良くなるし、青たも減る。で二つ目はさっき言ったあざですね。ワンタイム中が結構やっぱみんなしんどいなーみたいな感じではあるけど、特に私は青たん引くのめちゃめちゃ長い人だけど、まあでも10日から15日は黄ばんできて全部消えた。あともう一個、本当にね先生の腕によるんだけど、下手な先生だとデコボコなるからそれは気をつけて。はい、傷跡はどこなのって今から言うね。まずフェイスラインの傷跡だと絶対にわかんない。もうこの辺なんだよね、この耳裏なん、こっちもだから全くない。フェイスラインらへんって傷跡結構残りにくいから、ここは全くない。で次ね、お腹周り、私はここなのV のこの辺だから、 V のちょっと上この辺ね、ここは目立つかな。次は足、内側のももってどこなのかっていうと、 V があってここですね、付け根ですね。ここは全然傷跡にならない。今超綺麗。であとは後ろはどこなのかっていうと、プリン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 、はい、ケツのこのお尻のちょっと下だね。ここも全く傷跡にならない。今ね多分探してもほとんどない。でふくらはぎはどこかっていうと、足のこの辺なのよ。だからここはよく動くでしょ、毎日動いたり歩いたりするから、ここは正直言うと少しやっぱ傷跡になってる。ただ年々薄くなっていくから別にいいかなみたいな。しかも両サイド1個ずつこれぐらいしかないから、まあいいんじゃないかな、そんな感じ。だから傷跡は人それぞれなんだけど、主に目立たない部分と目立つ部分があって、まあそこは気にしなくていいんじゃない。でもう一個言っとくんだけど、足のむくみがね、脂肪吸引してからこの2ヶ月特にふくらはぎの脂肪吸引はまあむくみやばかった。私すごい気をつけてるのは、寝るとき足を高くしてんのね。だからむくみが上に来たりとか流れるみたいな感じだから、朝起きたら全然足は普通なんだけど、午後になっていくとパンパン大根みたいな感じ、ふくらはぎがね。でしかも足の甲まで今これフラットしてんでしょ、これも全部パンパンになって、むくみがもう指とかも一本一本がもう太くて、まるで豚足。それが大体2回ずぐらい。はい。でもね、これぐらい、4タイムアップでも、私はやってよかった手術だよ。めっちゃ食べるの？普通に、インスタとか、ストーリー見てくれればわかるんだけど、まあ、量も食べるし、カロリー高めのものは大好き、味濃い大好き、冷え物大好き、とりあえず止まらない。だから、しょうがないの。取ったら捨てちゃえばいいんだよ。でも本当にね、それもね、仕上がりが綺麗すぎて、やってよかったの。だから、何回もやっちゃうんだよ。次も太ったらまたお願いします。はい、どうだったかな。ダイエットしてでも落ちない頑固な脂肪たち、リバウンドを繰り返ししてるあなた、今悩んでる子たちはぜひ脂肪吸引という選択もいいかなと思ってます。ただお金かかるからお金貯めて。いつもの高評価、チャンネル登録、コメントありがとうございます。にゃんにゃんにゃん。これからもたくさん美容発信していくので、ぜひまた見逃しなくチェックしてくださいね。次は糸とかアンチエイジングの話もいっぱいしようかなと思ってるから、ぜひ見てください。では、またねー。